撮影してますけどもえー、ちょっとまた心配なね、ニュースが入ってきまして、そこら辺をですね、佐崎木の試験をもとにですね、どうするのかっていうところをですね、えー、語っていきたいと思いますけども、現状ね、えー、自主トレ、えー、プロ野球界やっていますけども、まあ、その中でね、柳田選手とか松田選手とかね、あとジャンツ重信選手とか、安田清宮っていった結構多くの選手が自主トレでね、集団コロナ感染っていうね、新型コロナ感染っていうところのニュースがね、多くなってきていますけども、まあ、今年のね、キャンプを 結構今東京でも4000人ぐらい陽性者出てますけどまあ今のね現状まあいろんなニュースとかメディア見てるとそのもう陽性者の数だけじゃなんとも言いようがないとかねところになってきてますけどもまあちょっとここね NPB も考えて 行かなきゃいけないんじゃないのかなっていう、えー、ところでね、その日本球界もね、コミッショナーが、まあ、昨年ね、合意をして、有観客でやりたいみたいなね、えー、ところを会見で言ってましたけども、まあ、ここは方向、方針転換していくんじゃないのかって、去年のね、あの年末と、今とね、だいぶ現状がね、違ってる中で、まん延防止措置っていうところもね、1都9県に、えまた発令される、まだ発令されてないんですけど、発令される見込みっていうところにもえなってますし、まあ、 の中でねこう自主トレで、えー、結構集団感染してる中でまあ2万人を上限に観客入れていく方針を確認したっていうところになってますけどもちょっとこれは NPB さんも ちょっとやめておいた方がいいんじゃないのかなっていう。で、まあね、その、シーズン中観客入れてやってるやないかっていうね、ところの意見もありますけども、やっぱシーズン中は、その、選手関係者の動線と、あの、まあメディアもそうですし、あの、オッケーファンの一つの動線が全く違うんで、正直、そんな近くでね、接点起こることもないっていうところでね、まあ今回のこの自主トレで感染したっていうね、ところを考えるとっすよ。まあこれは憶測にしか過ぎないけども、このね、報道の中で1月、 12月っていうのは球団の管轄外だから、ちょっと分からないところもあるっていうように、報道の関係者とかね、その駆けつける人たちも、僕らはもう、キャンプの取材に対して、もう、あの、チームによっては、ワンクール1回必ず PCR 検査だったりとか、その72時間以内の PCR 検査陰性証明書を必ず持っとかなきゃいけないとか、ワクチン接種の証明書を持っとかなきゃいけないとか、ま、あいろいろね、こう出てきてますけども、この自主トレそれはね、球団から行政っていうかね、そのお願いが来るわけだけども、今のこの自主トレ 期間中で、球団がそんなにノーダッチの中、 自主トレの取材に行ってる人たちは PCR 検査をしっかり受けて陽性判定それを確認して取材してるのか、またまたそういういろんな関係者が来てるのか、も、もしくはフリーの状態で行ってるのかっていうところはちょっとどうなってるのか。ま、いや、そこまでね、その自主トレの選手たちが確認してるのかなっていうところはね、えー、疑問なところもありますけど、やっぱそういったところもやっていかなきゃいけないんじゃないのかなと。今現状ね、もう正直この全国で考えると感染するのは正直仕方ない。こんなこと言いながら僕だってひょっとしたら明日感染してるかもしれないし、今もね、無症状。 っていうだけで感染してる可能性も、でももう正直かなり頻繁的にもう10回以上 PCR 検査は、え、さず崎をやってきて、まあその中でね、陰性っていうところで、まあ陰性っていうところはもらっても、今日なってる可能性もあるしね、っていうことを考えるとよ、まあそのね、いつ、もう今状況、誰がどうなってもおかしくない中で、まあね、こう、感染するのはね、正直仕方ない。でもここから広げていかないようにしなきゃいけない。プロ野球、開幕していかなきゃいけないっていうところをやっぱ考えていかなきゃいけないと思うんだよね。その中で、さっきも言ったように、やっぱり 有観客キャンプは、ちょっと厳しいよね。そのやっぱ動線が一緒になる。そのキャンプ地考えても、じゃあ、沖縄のチャータ。もうすぐ、選手の歩いてる動線とファンの人がほぼ一緒だしね。あと、もう裏添えね、ヤクルト。ヤクルトもね、この、 球場からブルベンで出題行くところの同性も全く一緒だし、それを全く間違わらないようにするって、宮崎のジャイアンツだったら、ま、あ、できるかもわかんないね。そう、ファンの人との同性は全く分ける。ソードバンクのところも、もう球場一歩出たらファンの人ね、同性いっぱいになってくるし、そう考えると、そこまで一番大事なのは、この前も関係者の人とね、ちょっと仕事だって話させてもらいましたけど、一番大事なのは、シーズン無事に、 開幕することだからね。キャンプお客さん、まあもちろん入ることにこしたのことだけど、そこが最重要ポイントじゃないわけ。やっぱ一番大事なのはシーズン開幕しっかりできるようにするためっていうことを考えれば、こう樹脂取れでね、これだけの多くの選手たちが集団感染するってなってくると、キャンプ入ったらしないっていうね、あの保証全くないし、今のオミクロンの感染力の高さっていうところを考えても、一気に チーム全員が集団感染っていうところもあるから、まあ去年ね、ジャイアンツが東京ドーム組と那覇組と宮崎組と分かれたように、本当もう一回、時間短いけども、分散開催はちょっと考えた方がいいよ。チームも。一緒のとこで。 全く一二分以上で一緒のホテルでなったら全員一発アウトになるからね。濃厚。で今なんか濃厚接触者のね、あの条件もどんどん厳しくなってきてるし、そういった意味でもうもう一気にチーム全部が活動できないっていうことになる可能性もあるし。でまあね、取材とかでメナげな選手マスクしてましたけども、もう取材はもう100%マスクとかね。そのチーム内、練習しながらマスクは仕方ないけども、もうチーム内関係者以外と何か対峙するときは必ずマスクとか、もう食事会場ももう必ずね、もう分けてやる。 やるとか何か取りに行くときも待つクみたいなね、感じで、まあ、もう予防ね、することに越したことないから、それぐらいやっていかなきゃいけないし、ちょっとこの有観客っていうところのキャンプは難しくなってくるね。で、そういったところでは、まあ、石垣島のね、知り合いの方から、今のね、石垣島の状況っていうところで、この石垣島の八重山病院のね、えー、先生が Facebook でね、書いてたところ、まあ、1月で、ね え、8日のことですけども、どんどん陽性者が増えてきていると。130人の陽性者にまともに診療ができない可能性があると。1月8日の時点で。で、今まで八重山では新規に陽性となった方全員八重山病院を受診してもらい、医師の診察を受け、入院ホテル療養、自宅療養などに振り分けて行ってきましたと。えー、診察時間仮に1人5分かかったとすれば、5×130 人で650分、約11時間診療することになりますと。二2列で対応しても6時間近くかかりますと。 距離に10分かかれば2倍の時間かかりますと、3列以上のスペースは物理的に八重山病院にはありませんと。で、全国や本島での報道にもあるように八重山病院でも院内スタッフの感染や濃厚接触者が存在していて、その、えー、スタッフは出勤できない状態になっていますと。したがって、コロナ対応の列を増やせるほどのスタッフもいませんと。今日、今そんな状況がいかにコロナ診察と非コロナ診察を両立できるかをスタッフ医師を必死になって知を絞り出していますと。今までの対応では無理なので。 軍民にとっては想定外の対応になることが予測されますとそこで八重山軍民の皆さんにお願いですと。 オミクロン株には全ての軍民が陽性となる可能性がありますとそのつもりで今後の八重山病院や八重山保健所の対応にアンテナを張りご理解とご協力をお願いしますということで病院もねなかなか石垣島で言うとね対応しづらくなってきててとうとう病院から八重山病院から1月11日から当面の間不急な診察や予定手術を延期しますと緊急手術や検査を行いますと診療は電話診療を中心に行いますと対面での診療は主治医の判断にと 行います初心の患者様の電話診療を行っておりませんと、えー、流行状況にさらなる診察制限の拡大する場合もございますということでもう石垣島はねこの情報だけ見ると結構ね医療崩壊的な感じにねもうなってきてるっていうところも非常にねもう八重山軍民全員が陽性者になることを 可能性ありますっていうぐらい、この感染者がね、このすごい広まっていく中で、このプロ野球ね、ロッテも石垣島行ってっていうところでね、やっぱマリンと別れて、浦和と別れてのこの分散キャンプっていうところも考えていかないと、一気全員っていうね、えー、可能性もあるし、そういったところはね、今後プロ野球、今日が17日だからもうあと、え、キャンプインまで半月もないからね、なかなかこの予定をね、変更して行うっていうところも難しいかもわかんないけども、まあ、二軍の施設は使えるからね、まあそのね、仙台 とかね。楽天のところは寒かったりね、えー、するかもわかんないけども、こうね。ちょっと分散キャンプでしていかないともしね。去年も多分俺言ってたと思うんだよね。なんか一発ドーンなって、このちょっと感染力が高いんでね。このまあ佐々木チャンネル視聴の皆さんもね。みんなね。感染予防してると思うんでね。しててもやっぱりこの感染するのが今のね。厳しい状況でもありますからね。用心して皆さんもね気をつけて行ってもらいたいと思うし、このプロ野球もね。ちょっと考えていかなきゃいけない。その前、まね、これをね。まあ、俺のこんな youtube のね。発言 なんて何の一ミリもね、何かのプラスになるかも、ならないかもわかんないけども、これで、ね、もし何かが変わったり、一番いい方向にね、進んだりとか、考える何かになったりね、やっぱ開幕するっていうことが大事だし、みんながね、無事にキャンプを行うっていうことも大事だから、何が正しいかはね、各球団がいろいろ考えてやることだろうけども、この今のね、この自主トレのこんなにね、 大人数の、えー、陽性者、しかもほぼね、同じ一緒にやってる人たちは、ほぼもうね、100%に近いぐらい感染してるっていうね、えー、ところを考えると、やっぱこのね、感染能力の高さっていうのは非常に怖いものがあるし、このままね、キャン、無策でキャンプインしてね、チーム全体がね、陽性者になって、 もしくは濃厚接触者になって、練習ほぼ10日から2週間できない、全員ストップみたいな感じになるとね、もう開幕すら危うくなるから、そこら辺はね、NPB も含めて、もう有観客問題も含めてね、全部各級だがね、まあこれから対応していく、僕が言わなくてもね、対応していくことでしょうけども、皆さんね、ここはもう一回ね、キャンプ少ないけども、ちょっとね、立ち止まって、ちょっと遅れたとしても、立ち止まって、一番ね、いい方向っていうのをね、 考えて行動してもらいたいと思います。まあね、えー、皆さんがね、無事で迎えることがいいんでね、まああの、感染したね、選手の皆さんをね、一日でも早い回復をね、えー、願っていますし、無事にね、開幕するようにね、まあ僕ら解説者もそうですけども、皆さんもそうですよ、気を引き締めてね、またコロナにね、立ち向かって頑張っていきましょう。